提供大学中学校、高等学校は、東京都八王子市腰野にある私立中学校、高等学校。1931年東京府渋谷町に創立された財団法人提供商業学校を前身とする。南関大学や伊派系学部への進学を目標とした少人数制による中高一貫教育を行っている。購入愛類クラスと、 高校2類クラスにて将来東大等の南韓国公立、総計に入学できる学力を要請する。このクラス分けについては、入学試験の結果において上位から一類に区分される。高2からは、中高一貫教育課程と同様の教育体制が取られる。1931年、東京府渋谷町に財団法人提供商業学校の運営より、 提供商業学校として設立された。文化祭は、開校祭と呼ばれ、10月下旬、または11月上旬に2日間にかけて行われる。生徒会、委員会活動は2000年どころより、生徒主体となった。クラブ活動は、部と同好会の2種が設けられており、部員数や活動日数、指導顧問の状況などにより、部と同好会の区別が図られている。 その他に、正式なクラブとして認められる前段階のクラブとして、順道公会が設定されている。順道公会は半年以上活動し、実績や意義があると認められた場合に、正式クラブへ昇格する。しかし近年、指導顧問の数が不足しており、新たに部や同公会を設立することは、実質的には、ほとんど不可能となっている。また、 クラブ活動の注意事項とし、クラブ活動規約が2004年度から施行された。この規約に基づき、クラブ活動の取りまとめは各クラブの部長によって、構成されるクラブ委員会が行っている。運動系クラブ同士でなければ、県部も認められている。また、一部のクラブを除き、活動は中学校、高等学校合同で行っている。野球部には、過去提供商業及び、 提供商工の時代に3度も甲子園に出場できる成績を地方大会で収めていながら出場が叶わなかった悲運の歴史があり2017年末時点で甲子園出場は実現していない1939年夏は東京大会で優勝しながら出場自体がいるとの指摘があったためである1941年夏も東京大会で優勝したが 第二次世界大戦により、甲子園大会が中止、1970年春は、前年秋の東京大会で準優勝したが、学校の火災により荒野連提出書類を消失したことから、戦力分析が不可能との理由で、出場校に選出されなかった。京王相模原線京王堀の内駅より、徒歩20分。スクールバス、一般路線バスとも、京王バス南、 南大沢営業所が運行する。スクールバス専用停留所、帝京大学中高校正門と保冷分。帝京大学中高校正門は、スクールバス専用停留所で、路線バスは停車しない。スクールバスは、生徒専用である。通常同期は、一般来校者の利用はできないが、学校説明会や、文化祭開催時は、利用可能。京王バス南。 帝京大学中高校停留所より徒歩3分。京王バス南、帝京大学中高校北停留所より徒歩3分。京王バス南、吉木中央小学校停留所より徒歩12分。米谷照明、無資格問題の中心にいたフォークの神様、出場自体1、日刊スポーツ。 https://www.nikkansports.com コロンススララッッシシュュスラッシュベースボールスラッシュコラムスラッシュ kunikarakoko スラッシュニューススラッシュ 2018-0829-0-0-0-579-html2018 年8月31日日月ランヨネタ 未登録の高等小学生が、と、クレーム、出場自体に、日刊スポーツ。 https://www.nikkansports.com コロンススララッッシシュュスラッシュペースボールスラッシュコラムスラッシュ kunikarakoko スラッシュニューススラッシュ 201808290000595.html2018 年8月31日日月ラスクールバスについて、帝京大学中学校 高等学校、公式サイトハット ABC もより駅からのバス利用提供大学中学校、高等学校公式サイト。ありがとうございます。